い、皆さんこんばんは。よすぎマスターのナイトです。いやー、今年も終わり、これから正月休み、冬休みと長期休暇に入る人も多いのではないでしょうか。この長期休暇で地元に戻ったり旅行に行く人も多いと思いますが、その時にね、風俗遊びしようかなとか、まあそういう風な流れになるのかなとか、そう思ってる人いると思います。んで、その時にね、どうせなら当たり以上引いていい思いしたくないですか。そこで今回、元風俗店員であるこの私が風俗店で当たりを引く方法を教えます。まあこれまでのおさらいの内容もありますが、今回は風俗街店舗編です。風俗街を歩いての店の選び方や、キャッチに会った時このキャッチについていくかどうかみたいな、まあそういう経験あると思うんですよね。今回はそういう時の攻略法です。まあよくこういう動画を上げると、高級店に行けばいいよとか、このお店に行ったらいいよっていうね、そういう動画を結構見るんですが、実際みんながみんなそんな高級店に行くほどのお金の余裕がなかったり、そもそも風俗にそんなにお金かけたくねえよっていう人いると思うんですよね。まあ確かに高いお店に行けば勝率ももちろん高いんですが、実際どのお店にも当たり以上外れ以上っているんですよね。それを今回見極める方法をね、これからお話ししますので、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。それでは早速本編行ってみよう。はい、ということで、まず当たりを引くために絶対にやってはいけないことがあります。当たりを引くために絶対にやってはいけないこと、それはフリーで入るな。まあフリーっていうのは写真指名などもなしでサービスを受けることです。まあメリットとしては、待ち時間もあまりなくサービスを受けれること、指名料なしでサービスを受けれることっていうのがあるんですが、はっきり言います、フリーで入るとほぼほぼ外れ状です。まあこれはね、たまに仕事でライバル店の外れ状を見てこいって言われるんですよ。まあいわゆる女の子を採用するにあたって、どれぐらいまで雇っていいのか、どこまで許されるのか、そういうところの判断材料として外れ状を見に行くことがあるんですよね。けど実際ライバル店に行って外れ状を見せてくださいよみたいな、まあそういうこと言えないじゃないですか。なんでその手段としてフリーで入るって言われるわけですよ。まあ言うたらそれぐらいフリーで当たり状を引くことなんてめちゃくちゃ難しいわけですよね。ではまずフリーでのお店側のメリットをお話ししましょう。それはつける女の子をお店側が選べること。まあたまにね、新規のお客さんにはいい子をつけた方がリピーターになるからって言っていい子はつくんじゃないかなって思ってる人がいるんですが、これは大きな間違いです。確かに飲食店だとお店の雰囲気や自信のある料理を提供して、お客さんがお店のことを好きになってリピーターになってお店が繁盛したりするんで、まあお客さんが一番上っていうのはあるんですが、風俗店はそうじゃないんですよね。まあこれを語る上でまずお話ししたいことが、風俗場は歩合制であること、つまりは客がつかなければ給料は発生しないんですよね。そのためお店としては多くの在籍を抱えれば抱えるほど大きな利益になるんですよ。まあ実際店舗型だと、まあ部屋の数があるんで限界はあるんですが、基本的に売り上げは女の子が作るんですよ。なので客より女の子の方が上なんですよね。人気な子は出勤情報を上げるだけで予約が埋まります。なのでお店側はそういう女の子や、そういう女の子になれる女の子を辞めさせないことが大事なんです。なぜならその女の子がいるだけで売り上げになるので、そして客がつかない女の子がいても歩合制なのであまりマイナスにならないんですよ。なのでお店側として一番避けたいのは、フラッと来たお客さんが来た時につける女の子がいない時なんですよ。なので多くの在籍が必要となるので、ブスやデブやドファンもねいるわけなんですよ。実際そういう外れ状の性格やサービス、雰囲気やテクニックなどを気に入ってリピートするお客さんもいるわけなんですよ。なんでそういう女の子も必要なんですよね。けどやっぱりそういう女の子は客がつきにくいんですよ。で歩合制なので客がつかなければ給料発生しないので、この店稼げねえわっつって辞めていくわけなんですよ。なのでそういう子にもお客さんをつけてあげる必要があるんですよね。でそういう子にお客さんをつけてあげるチャンスっていうのがこのフリーなんです。確かにフリーでも当たり以上引く可能性はあります。当たり以上も普段は予約で埋まるんだけど、今日はなんかお客さん取れねえなってなって、ちょい客つけてあげないともしかしたら辞めてしまうかもしれないなっていう状況であれば、フリーで当たり以上つけることもありますが、基本的には外れ状がつくと思ってください。例えばフリーが入って、その時人気状と不人気状がいるとすると、人気状はその後客がつく可能性も高いし、写真指名したいっていう人がいたらその子は決まりやすいんですよね。お客さんが来た時に一番避けたいのは、良さそうな子いないので今日はやめときますって変えられることなんですよ。その時人気状がいると、この子本当人気なんですよとか、普段は予約でいっぱいなんですよねとか、こっちとしてもがっつり押せるし、そういう時の切り札として人気状は使えるんです。なのでこのフリーでは人気状をつけるよりも、その後決まりにくい不人気状をつける方が得策なんです。なので当たり状を引きたいのであれば、もう必ずフリーで入らないでください。たまにキャッチの人からね、60分1万5000円でどうですかって言われて、写真も見せずに案内しようとしてくる人もいるんですけど、いやいやいや、写真ぐらい見せてくださいよってちゃんと言うようにしましょう。次にお話しするのはキャッチの見分け方について。まず先にお話ししておきたいのが、風俗街以外での風俗店のキャッチにはついていかないようにしてください。実は先日私の後輩が風俗店のポッド
ったくりにやられたんですよね。詳しくは概要欄にぼったくりの内容やぼったくり被害に遭わない方法をね、いろいろ話した動画がありますので、まあその動画のリンクをね、動画概要欄に貼っておきますので、まあぜひね、そちらの方を見てほしいんですが、基本的にキャッチ恋は違法なんですよ。ただ店前でいらっしゃいます、いらっしゃいますみたいな、そういうの延長線でやってるところは、まあ一応これはグレーとされてるんですが、風俗街から離れてね、飲み屋街などでキャッチをしてる人たちは基本ぼったくりと思ってください。なのでキャッチについていく人は店前でキャッチをしてる人についていくようにしましょう。はい、これを踏まえてね、キャッチの見分け方についてお話ししますが、実際キャッチについていくメリットっていうのは放送ができることなんですよ。あ、これを極めると普段よりも安く可愛い女の子といい時間を過ごすことができるわけなんですよね。けど実際キャッチについていって失敗したっていう人いると思うんですよね。じゃあそのお店にはいい子はいなかったのかって言われると、実はそうじゃないんです。もう大体のお店には当たり嬢っていう女の子はいるもんなんですよ。そら在籍20人30人ともいれば、一人も当たり嬢がいないっていう方が珍しいんです。なのでその時はまんまとそのキャッチにやられたわけなんですよね。なんで当たり嬢を引きたいのであれば、しっかりとキャッチを見分ける必要があるんですよ。だからどうやってキャッチを見分ければいいのかっていうところなんですけど、これからいいキャッチを見分けるポイントをね、これからお話しします。そのポイントっていうのは、キャッチは嘘をつかないっていうこと。可愛い子って言ったのにデブ来たんだけどとか、いやいや全然外れ嬢引くんだけどって思う人いると思うんだけど、けど実は嘘はついてないんですよ。例えばさっきの可愛い子って案内されてデブが来たっていうのも、可愛いとは言ったけど細身とは言ってないよね。基本的にキャッチの人っていうのは、なるべくマイナスのことを話さずにいいことばかりを並べるようにしてるんですよ。なんでデブっていう欠点があるなら、そのスタイル以外のところでご了承してくるんです。まあなんでかって言ったら、ここで 100% の嘘ついてしまうと、てめえ話すげえじゃねえかってなるわけなんですよね。なのでキャッチの人は嘘をつくっていうよりも、話をめちゃくちゃ盛るんです。要は言葉の裏を読めっていう。なので大事なのは、そのキャッチはここで何を売ってこようとしてるのかっていうこと、これをしっかり見極める必要があるんですよね。例えば60分1万5000円っていう値段の安さで売ってくるのか、今なら人気ナンバーワンの子ですっていう女の子の質で売ってくるのか、そういう本質的なところを見る必要があるんですよね。60分1万5000円で今なら今すぐご案内できますっていうキャッチについていったとしても、その子が可愛い子かどうかって触れてないですよね。ここにピッチピチの可愛い子がついてきますって言ったとしても、ピッチピチの20代の可愛らしい雰囲気のデビューがついてくることもあるわけなんですよ。ここで話がちげえじゃねえかって言ったとしても、いやいや細身とは言ってねえしってなるわけなんですよね。で仮にその案内する前に写真を見せてきたとしましょう。ここではっきり言います、写真はほぼほぼ加工なんです。しかもどんなおっさんだったとしても、可愛らしい女の子にすることのできるような加工ソフトを使用してます。とはいえ別人にすると、それはそれでクレームになるので、まあ雰囲気は変えないようにしますが、こんな写真なんて信用できません。フリーサイズあんなのめちゃくちゃ適当なんですけど、なんとなくの目安はあって、この子はデブだからウエスト62とか、この子はガリガリだからウエスト55みたいな、そういうねお店の目安っていうのはあるんですが、こういうのも判断材料なかなか難しいんですよね。なのでここで大事なのは、キャッチの人の言葉、そしてキャッチの人の自信なんです。やっぱりキャッチをするときって、このお客さんを決めないといけないとかっていうのがあるんですけど、ぶっちゃけ外れ嬢のときって、その次決めれる自信があんまりないんですよね。だってその子をどうアピールしたらいいか分かんないでしょ。そういうアピールポイントがない子よりも、当たり嬢を押すんだったら、今ならいい子作れますとか、もう絶対満足できますのでとか、かなりプッシュできるんですよね。それにいい子をつけるときっていうのは、なんかいいことしてるような感じになるんですよ。外れ嬢だったら罪悪感あるし、当たり嬢つけるんだったらやっぱりいいじゃないですか。なんでどうしてもここにキャッチの人の自信の差が生まれるわけなんですよね。なのでそういうこの差を見極めて、しっかり自信を持ってプッシュしてくるキャッチの人についていくようにしましょう。そして最後にお店の見分け方について、やっぱりこの時期友達とか複数人と風俗店遊びに行くことってあると思うんですよね。でそういう時に勝率を上げたいのであれば、友達とは別々のお店に行くようにしてください。それはなぜかというと、例えば3人でね同じ店に行くとするじゃないですか。もしそこがあなたが何度か足を運んだことのあるお店で、そのお店が今まで結構勝率の高いお店だったとしましょう。けどそういうお店でも、その時その時間3人とも当たり以上引く確率ってめちゃくちゃ低いんですよね。まあそれが事前に予約していて、それで3人当たりはまあまだあるんですが、たまたま3人フラット入って3人とも当たり以上引くっていうことが、普段予約とかで埋まるような女の子が3人ともその時間に暇になってるっていうことなんですよ。いやマジでそんなこと本当にないんですよね。だって基本的に人気嬢っていうのは、もう仮に6時間出勤だとしたら、4時間半ぐらいはもう予約で埋まってる子なんですよ。でフラット入ってその当たり以上がね、その時間に暇っていうのは、まあ正直1人2人を言ったらまあいいかなって感じなんですよね。
なんでそういう女の子がしかも3人ピンポイントで暇になっていることってちょっとそうそうないんですよ。てかもうそのお店やばいです。なので現実的に3人とも当たりを引きたいのであれば、いろんなお店を一緒に見ていって、良さそうな女の子がいたらそこで1人決めて、で残り2人は他のお店行ってみたいな、で別のお店でまた1人決めてみたいな、そういう風にお店を回っていっていい女の子を選んで決めていくっていうのがベストなんですよ。まあこのやり方っていうのは複数だけじゃなくて1人の時もそうなんです。このお店勝率がいいからといって必ずしも当たり以上がその時間に暇っていうことってないんですよね。で写真を見たからといってそのお店で決める必要なんてないんですよ。なので良さそうな女の子が見つかるまでいろんなお店を回っていって、なんなら少し妥協するぐらいだったら本当にいい子が見つかるまでお店を回った方がいいんですよ。お店に行って、まあ、キャッチの人とかに女の子の特徴とかを聞きまくって、変に妥協せずに良さそうな子を見つけて遊ぶ、これが大事なんです。そしてお店の人にどんな女の子がいいのかをしっかりと伝えること、こっちとしても写真やスリーサイズが信用できない以上お店の人の言葉から探る必要があるんですよ。いいですか。お店の人の言葉を信用するのではなく探るんです。先ほどお話ししたようにお店の人は嘘をつけないので探ってください。例えばスタイルはと聞いて、まあ、少しぽっちゃりとか可愛い系とかっていう人によって意見が分かれるようなあやふやな表現はあまり当てにできません。スタイル抜群で顔もめちゃくちゃ可愛いですとか、ほんとめっちゃ人気な子でもう何もかもが完璧ですって、それぐらいお店の人がそれぐらい言わせるような女の子を選ぶようにしましょう。めっちゃおっぱい大きいです、巨乳ですとか、もうそういう子はもうほぼデブなんでマジで注意してください。まあ、胸も大きいのに細身なんですよとかっていう言葉だったら大丈夫なんですけど、風俗店の言う巨乳っていうのはほぼデブです。巨乳で押すっていうのはね押すとこないんですよ。なのでほんと注意してください。まあそうやってねお店の人とやり取りしながらいろんなお店を回って良さそうな子を探し回るっていうのが結局そこが一番勝率高いんですよね。けどいろんなお店を見て回ったけどなんか良さそうな子いないなっていう時ってあると思うんですよ。実はそういう時に使える、しかもこれは大体のお店に有効な、まあ当たり上を引く裏技がねこれ実はあるんですよ。それもたった一つ、たった一つの言葉をお店の人に言うだけなんです。その言葉っていうのは待ってもいいからいい子をつけてくれ。基本的にいい子っていうのはすぐにお客さんつくんですよ。仮に待ち合い席に誰もいなくてもその時写真で 3,4 人紹介されたとしてもいい子は今接客中っていうのもあるんですよね。で接客中だし時間もかかるからその写真を掲示しないっていうのもね、やっぱそういうことって結構多いんですよ。でいい子は今接客中時間がかかるっていう時にお客さんから今すぐいい子つけろって言われてももう店側からしたらいい子はそんな暇なわけねえやろって思うわけなんですよね。いやだってそうでしょ、人気があるっていうことは1日に何人も接客してるわけなんですよね。なんでフラッと来てそのタイミングで人気上が暇っていうそんな都合のいいことってなかなかないんですよ。それは風俗街全体で見ればね、どこかのお店にそのタイミングで人気上が暇っていうことはではあるんですが、まあなんでねこのお店を回れってこれまで言ってきたんですけど、そういう状況で時間なら待てるよってそう言われたらまた話は別なんです。お店側としても別に当たり以上は1人ってわけじゃないんですよ。仮にその時間に当たり以上が 3,4 人いるとしたら時間を待ってくれるんだったら誰かが1人ぐらい時間が空いてる可能性ってあるんですよね。でお店側からとしてもその時いい子いないからって言って帰られるのはちょっとまずいんですよね。もしこれから人気嬢がいたらその空く時間にね予約も入らずお客さんが来ることもなければ、その人気嬢なのにその空いた時間は売り上げにもならないわけなんですよ。でもうそうなるぐらいだったらお客さんがね待ち時間いいよって言うのであればその人気嬢をつけてあげる方がお店側としてもありがたいんですよね。なんでこの待つっていう言葉を付け加えるだけで当たり嬢をつける可能性が高いんです。なんでぜひ試してみてください。はい、いかがだったでしょうか。このようにお店側のことを知ると当たり嬢を引く確率がぐんと上がりますので、最近いい子ついてねえわとか、まあ、友達と行くとき、まあ旅行とか地元戻ったときにね、もしそういう機会があれば、まあ、今回お話ししたフリーで入らないこと、お店の人の言葉の裏を読むこと、いい子が見つかるまでお店を回ること、これをしっかり頭に入れて、でそれでもダメなら待ってもいいからいい子をつけてくれってもうぜひ言ってみてください。いやマジで勝率上がるので。で次回はね、まあ今回風俗外編だったんだけど次回はデリヘル編をやりますので、まあ、ぜひ見てってください。まあ一見ね店舗型と一緒じゃないのって思う人いると思いますが、お店の人とのやり取りがない分やっぱ全然違うんですよ。なんでぜひ楽しみにしてください。それでは今回の動画参考になったよっていう方はチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。また TikTok、Twitter の方も始めましたので、そちらのアカウントもね動画の概要欄に貼ってますので、こちらの方もぜひぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。夜遊びマスターナイトでした。じゃあね。How you like it?